皆さんこんにちは、トライアンドエラーです。この番組は川原学園声優タレント科の学生が気になる情報を学生目線でお届けする番組です。第34回はてるちきとけんがお送りいたします。よろしくお願いします。では早速ですが、今全国で流行っております新型コロナウイルス、これですね、この影響で今自宅待機されてる方多いんじゃないんでしょうか。今僕もね、ケンも、2人とも今自宅待機の最中で、お互いに自宅からこうして収録をしております。非常に寂しいですね。やっぱり隣にいないと、ツッコミ役がいないとすごく不安です、この先が。まあそんなわけで、あまりね暗い話をしたくはありませんので、そうですね、今コロナの状況もあって今頑張っている皆様にまずやっぱり聴いてほしい曲が僕からね一曲ありますので、まずはその曲を聴いていただきたいです。ビーズでウルトラソウル、どうぞ。はい、ということでですね、先ほど聴いていただきましたのはビーズでウルトラソウルでした。皆さんは今お家でどのようなことをして過ごされていますか？やっぱり空き時間に映画を見たりとか、読書したり、ね、いろいろされている方多いと思います。僕はですね、この今自宅待機の間に、まあ、空き時間がいっぱいあるわけなんで、その間にトレーニング、まあ、筋トレですね、筋トレと、あとは体がすごく硬いので柔軟をお風呂上がりに毎回やってます。まあ柔らかくなってるっていう実感はあんまりないんですけどまた学校がね再開してみんなと会った時に披露してやろうかなって思っております。そのために今必死に、ストレッチして体を伸ばしています。それとですね、今この空き時間の間にその、まあ、学校からの課題でもあるんですけど、その映画をね、まあ、何作品か見て好きな俳優さんを見つけようっていうことをやってるんですよ。そこでですね、僕はそのトランスポーターっていう洋画なんですけど、それを借りてきました。これはですね、2002年の、制作、フランス、アメリカのカーアクション映画なんですよね。これはですね、タクシーシリーズ等で知られているリュック・ベッソンさんが制作脚本を手掛け、ジェイソン・ステイサムさんが主人公を務めております。このトランスポーターですね、その主人公であるジェイソン・ステイサムさん、ものすごくかっこいいんですよ。もうあの体格、まあ、ガタイがすごく良くて、もう筋肉もすごいっすよ。でね、運転してるところっていうか、もうアクションもうすごい、もう何もかもがかっこよくって、もう見惚れちゃいましたね。まあ、これをきっかけにね、そのジェイソン・ステイサムさんが出演されてる映画もちょっと今度ツタヤに行った時にでも借りて見てみようかなって思っています。まあ、ちょっと気になった方はね、ぜひぜひトランスポーター見てみてください。はい、それとですね、その学校が休校している間に新しい取り組みとして、僕を含めクラスメイトの10人と、朗読の先生である守屋先生と一緒に、夜鷹の星という、宮沢賢治さんの短編小説、これを、朗読リレーしていきました。朗読リレー最初聞いて何それって正直思ったんですよね。朗読のリレーえって思って、普通にこう一人がずっとその読んでいくっていうのだけじゃなくて、区切りのいいところまで読んで、その続きを誰々さんどうぞって次の人にこうバトンを渡していってストーリーを進めていくっていうものだったんですけど、これを初めてやってみたんですが、そうですね、やっぱり難しい部分は多々ありましたけど、まあ、学校で習ったことを、まあ、生かして、その一つ一つの言葉のアクセントをしっかりと調べて、まあ、取り組んでみたんですが、やっぱりそううまいこともいかず一回で合格にはならなかったんですけど、まあ、それはそれで、まあ、やりがいもとてもあって、なんていうか、まあ、楽しい企画でしたね。
はい、夜高の星、これ朗読リレー、僕たちの分も YouTube にアップされておりますので、よかったらそちらの方も、見てみてください。そしてそれの続きなんですが、同じ作者さんの宮沢賢治さんの童話、セロ弾きのゴーシュ、こちらも今僕たち、クラスメイトと、森谷先生と一緒に取り組んでおります。こちらも完成し次第 YouTube にアップされると思われますので、そちらもぜひ聞いてみてください。はい、じゃあここからはですね、このラジオも僕の出番ももうそろそろなくなってしまうということで、僕から学校がね再開してからの意気込みを、話していきたいなと思います。やっぱりそうですね、学校を再開したら、まずは体を動かしたいです、思いっきり。ダンスをしたいなって思ってます。もうすんごい、もうなんか学校行き始めてからもうダンスハマっちゃってるんで、やっぱり大きいスタジオでねダンスをして思いっきり踊りたいと思っています。あとはそうですね、ボイストレーニングも、もちろんのことやりたいですし、お芝居の方もね、やりたいなって思ってます。もうやりたいことばっかりですよ。いやまたねラジオ制作もきっとあるでしょうし、それもやりたいし、もうね本当にやりたいことしかない。あとは僕の体の柔らかさを披露してやろうかと思いますよ。この日々ねちゃんとストレッチしてるんで、きっと柔らかくなってます。これはね見せつけてやろうと思ってます。あとは朗読も本当やりたいですね。朗読リレーもありましたし、まだまだ先生方から学ぶことがたくさんありますので、やっぱり直接ね、オンラインだけじゃなくて直接、ご指導いただけるっていう方がやっぱりいいですよね。なんかいいですよねしか言えないですけどやっぱり直接ね会ってご指導いただいた方がやっぱ身に染みるというか、身に染みるなんか違うな、そんなわけで、早く学校再開して学校に行きたいなってもう思っております。はい、ではそろそろね後半のケン君が心待ちにしていると思うので、そろそろバトンを譲ろうと思います。はい、では前半は、テルツキがお送りいたしました。ありがとうございました。ではケン君どうぞ。はい、ということでテルツキからバトンをもらいましたケンです。どうもこんにちは。テルツキね、普段はねテンション低くないんですよね。普段はね僕と絡んでる時にはものすごくハイテンションで絡んでくるんですが、今日はねどうしたんでしょうか、緊張したんでしょうかね。そんな中僕も自宅で撮っておりますね。この期間中僕もいろんなことをねちょっと手をつけまして、ちょっと言い方がねあれやけどね、まずちょっと料理にね挑戦しまして、最初は卵焼きから始まりまして、で家に卵焼き用のフライパンがあるんですけど、それは姉用に母が買ったもので、でも一向にね姉が使う気配がないんで、だったら僕が使おうかなと、というので使いましてですね。で最初の方はやっぱり勝手がわからないから、どうしてもね焦げ目がついちゃったり味付けに失敗したりして、ちょっと心折れそうっていう風になったんですけど、母がここはこうしたらいいよとか、こういうタイミングで巻いたらいいよっていうのを教えてくれたおかげで、今ではもう得意料理が卵焼きになりましたね。で、他にも豚の生姜焼きだったりとか、あとは鶏の照り焼きとかを作って、でそれを家族に振る舞って、で美味しいと言ってくれたんで、もう次はね肉じゃがとかちょっと手の込んだものを作ってみようかなと思いましたね。もうこの期間中ですからね、やっぱり自宅にいる時間が長くね、自宅にねいる時間が長いんで、どうしても運動もねする機会がなくなっちゃうんですよ。なんで僕はスクワット用のですね器具があって、
で、それでスクワットをだいたい1日に30回ぐらいやって、でマットもね、その付属でついてきたんで、そのマットを使ってストレッチだったり柔軟だったり、あとは腹筋とか筋トレをやってましたね。もうね、筋トレをすると次どこ鍛えようかなっていう意欲がどん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 湧いてきて、でお腹もね今は重点的に鍛えてます。やっぱりね、起き上がる時にね力がいるんですよ、どうしてもね。その時に腹筋がしっかりついているとスッと起き上がれて次の行動にね移りやすいんで、皆さんもぜひね、この期間中運動ができないしたいっていう風なことがあったら、腹筋とかね背筋とか、ちょっと自分のね体調とかコンディションに合った筋トレをねしてみてもいいんじゃないかなと思います。さあ、ということで、てるちきがね映画の話をしたということで、僕も映画の話をね少ししようかな。ねえ、まあ洋画続きになるんですけど、僕が皆さんにおすすめする映画はマスクという映画です。まあこれはですね、ジム・キャリーさんが主演を務めた映画で、もうねこの映画以外にとんでもなく爆笑したっていう映画はもう過去になくて、それぐらい本当面白いんですよ。で、何が面白いかって、まあポイントは2つありまして、1つ目が俳優さんがカメラ目線で喋ってくるんですよね。びっくりしたでしょ。だいたい他の映画はカメラはあるけど、それを意識せずに向こう側にいる人物にセリフを喋ったりするんですけど、マスクの場合ってもう俳優さん、その主演のジム・キャリーさん演じる主人公がパッてこっちを向いてきて喋るんですよ。それ見た瞬間、あ、そんな手があるんだっていう風な驚きとともに、そのコメントもすごく、まあアメリカなんですごくジョークの効いた喋りで、本当にね見るたびに大爆笑しています。で、ポイント2つ目が、その主演の吹き替えが日本を代表する声優の山寺宏一さんなんですよ。もう山寺さんといえば七色の声、七色の声帯を持っているお方で、もうねいろんな声を使い分けてアフレコをするんですよ。で、ちょっとドスの効いた声だったり、ちょっとお調子者の声だったりがあって、とても僕はその声を聞いた時にね、その声を聞いた時に、はあ、こんな表現の仕方があるんだ、こんなね声の出し方があるんだっていう風なのがもうすごく第一印象ででかくて、でこれ実は YouTube にも上がっていて、そのお気に入りのシーンがあるんですね、そのチャンネルの登録者の方が。でそのシーンの中でもね、本当に皆さんに見てほしいのが街のギャングとの絡み合いなんですよ。でその時のジム・キャリーさんの演技だったり、山寺さんのアフレコだったりの方が本当に面白いので、ぜひ皆さん見てみてください。そしてもう一本皆さんにおすすめしたいのがシン・ゴジラですね。まさかね、まあ僕19なんですけど、この年になってゴジラにハマるとは思わなかったですね。まあそのシン・ゴジラっていうのが、そのアニメエヴァンゲリオンの、新世紀エヴァンゲリオンの監督の庵野秀明さんが監督をしていて、でその映画の撮り方がすごく独特で、そのゴジラが迫ってくる時の人々の逃げ惑う姿とかが、なんか携帯を回してる、携帯の映像を回していて、でその映像を見てるような感じで物語が進んでいって、でその撮影方法を見た時に、こんな撮り方あるんだっていう風なのがもう思って、で、まあ、そのゴジラのデザインっていうのも今回結構こだわっていて、第1形態から第5形態まで出てくるんですよ。でこの第5形態がすごくね、そのラストに出てくるんですけど、うわもしかしてっていう風な、ちょっとこっちをビクビクさせるというか、恐怖に陥れる演出になっているんですよ。でもうね、この
ストーリーもいいですし、ゴジラのデザインもいいですし、人間たち、それに対抗していく人間たちの心の葛藤とかがすごく事細かに描かれていて、見ていて本当に飽きない作品でしたね。まあこの他にもゴジラっていうシリーズは昔からあったので、もうね、昔のシリーズもね借りてきましたね。まあ皆さんもね、ゴジラとか、まあ、特撮なんですけど、それもねある程度年齢を重ねた今見てみると、改めて面白さに気づくという場面もあると思うので、ぜひぜひ皆さんもね、普通の邦画とか洋画とかはもちろんいいんですけど、たまには特撮もね触れてみてください。きっとねまた新しい発見があると思いますので、よろしくお願いします。さてここで皆さんにお知らせがございます。僕たちはですね、今朗読リレーというものを行っておりまして、第1弾が宮沢賢治さんの夜高の星という作品を朗読しました。で現在ですね、同じ宮沢賢治さんのセロ引きの豪州という作品を朗読しております。こちらはですね、なんと去年の卒業生2期生の先輩ですねと一緒に制作をしております。まだまだね、これから朗読リレーというものを続けていきたいなと僕個人は思っておりますので、今後もね何か動きがありましたら皆さんにねお知らせをしていきたいと思います。まあこの朗読リレーね、本当にまあテルチキもね言っていたんですけど、本当自分の朗読のセンスというか、自分がどういうふうに朗読をしていくのか、その朗読をするにあたってどういうふうに役作りをしていくのかっていうのが僕はすごく勉強になりましたね。まあ朗読は僕個人すごく好きですし、もうこれからもずっとしていきたいと思っているので、そうですね、守屋先生のご指導のもと、今後もね朗読の腕に磨きをかけていきたいなと思っております。さてもう一つのお知らせなんですが、前回の放送でですね、沼野先生がご紹介した季節料理花山椒さんのタイのだしカレーなんですが、こちらがなんと終了してしまってですね、本当に残念。僕も食べたかった。タイでしょ、タイのだしを取ったカレーでしょ、最高じゃん。でもね皆さんまだございます。そのタイのだしカレーの続きがですね、天丼でございます。こちらお値段がですね1500円とちょっとお高めなんですが、エビ2匹と季節野菜の天ぷらが入ったお弁当です。ということで、ぜひ皆さん新居浜の地域情報サイトマイプレの方からですね見てほしいんですが、本当に美味しそう。エビがもう大ぶりでプリプリしてそうな見た目をしてます。こちらね、冷めても美味しい工夫をしてますということで、どんな工夫なんでしょうね。なんか最近聞くのは、紐を引っ張ったらその石灰と水が混ざって蒸気が生まれて、で暖かくなるっていう風なのがあるんですけど、それなんですかね。まあどんな風なのかちょっと楽しみではございますが、他にもですね、国産うなぎのうな重弁当、こちらは4000円ですね。まあどちらもちょっとお高めなんですがね、日々の生活でちょっと贅沢したいなって思うことがあったら、ぜひこちらの季節料理花山椒さんの天丼、そしてうな重弁当をぜひとも買ってね、あ贅沢してるっていう風な気持ちに浸ってみてください。でこちらがですね、テイクアウトの対応時間がございます。ご予約の方が12時から夜9時で、お渡しが11時半から午後6時となっております。で定休日が日曜日です。電話番号が 090-1579-9958、 こちらは携帯番号ですね。で普通の固定電話からだったら 0897-405775 ということで、ぜひね皆さん日々の暮らしの中でもちょっとした贅沢を取り入れてみてください。続いてはこのコーナーです。
今日は何の日？ということでお送りしていきます。今日は何の日のコーナーです。本日5月22日はサイクリングの日ということで、こちらはですね、日本サイクリング協会が2009年4月に制定したものだそうで、僕この記事知るまでは本当にサイクリングって興味なくって、まあ友達がサイクリングしてきましたっていうのを連絡を受けるんですけど、まあそれを聞いたところで僕楽しいのって思うぐらいだったんですよ。まあそれがですね、最近ちょっとね、この記事知ってからサイクリングしたいなっていう風に意識が変わってですね、まあそのサイクリングの何がいいっていうのを自分の中で考えた時に、あの疾走感の中で感じれる風とか、あとは匂いとかがやっぱり気持ちいいと思うんですよね。まあそれは天気がいい日にね、サイクリングしてお日様の日を浴びながらね、気持ちよくサイクリングするっていう日がね来たら、もう僕はこれからね、お金貯めてロードバイク買ってちょっとサイクリングしに行こうかなっていう計画を今のうちに立てています。まあ昔もね、当時持っていた自転車を使って近所をもう速度をね、もう友達と出し合いながら走り回っていましたけど、今考えれば結構危ないですよね。そのスピードを出して走行するっていうのはなかなか危ないと思うのでね、今後サイクリングをするときには安全面に交通面に留意をして、自分のね楽しめる範囲、周りに迷惑をかけない範囲でサイクリングをしたいなと思っております。以上、今日は何の日のコーナーでした。さあ時間というものは早いもので、もう番組終了の時間が迫ってまいりましたよね。まあ今回初の試みで、前半はテルチキ、後半は僕ケンがお送りしていきました。皆さんどうだったでしょうかね。今このご時世ですからね、なかなか会って収録するっていうのが難しい状況なので、まあね、僕たちにできることは僕たちの声を皆さんに届けて、少しでも皆さんの心がね元気になればいいなと思っております。さあトライアンドエラーではお便りやリクエストを募集しております。メールアドレスは pmt-seiyu@kawahara.ac.jp pmt-seiyu@kawahara.ac.jp こちらはすべて小文字となっております。次回の放送は6月12日です。それでは最後はこの曲でお別れしましょう。大黒摩季でラララ。